メイン球場があって、はい、これサブグラウンドですよね。そうです。サブグラウンドが近くにあるっていうのがめちゃくちゃいいですね。ですね。今まではこう、ね、グラウンドからちょっと違う施設にこう行って練習とかしてたので。あー、なるほどな。